今日はこの無地のナスとゴマのカレーってなってみます。これはベジタブルカレーなんで、野菜を、夏野菜をちょっと加えていってみようかなと思います。できました。ベーガンっていう、まあ、無印のやつですね。ベジタブル系のカレーですね。黒ごまですか、ナスなので、ちょっとこういう黒っぽい感じになってるんですけど、これに夏野菜をいろいろと、トッピングしていってみます。ベーガンティルマサラいってみます。めっちゃ熱いっす。ノンアルでグリーンで吹いてます。うん、美味しいっすね。いや、このベジタブル系の、ベーガンディルマサラ、ごまとナスのベジタブルカレーですね。無印のやつです。それいってみます。うん、めちゃくちゃうまいですね。深、これ奥深すぎますね。めちゃくちゃうまい。シシトと一緒にいってみます。うまっ。マッシュルームと、ただもうカレーが深すぎるんで、もうカレーの味が全て勝っちゃいますね。無印すごいですね。店の味ですよ。ああ、これうまいな。ベジタブルなんだって、逆に。この深さで。確かに肉がどこにも肉的なものがないんですけど、うん、ちょっと感動してます。うまい。お店に行って食べるより、これ買って食べた方が、味としてはうまいんじゃないのと思います。最後に行きます。ああ、これ、うまいな。最高ですよ、これ。今日もめちゃくちゃ暑いですよ。もう毎日暑いとしか言いようがないですけど、日差しがやばいですね。これは、もう病院今日行ってきたんですけど、これは外行ったら、殺人レベルに日差しがね、すごいですね。朝早く出たからまだ、朝ね、8時ぐらいに出たのかな。でももう、なんで帰りはお昼ぐらいになってたん ですごかったですよ。日差しがね、照りつけてましたね。日焼け止め塗って、下地塗って、ファンデーションも塗って3層にしてるんですけど、まあそれでも効かないぐらいのじりじりさですよね。まあサングラスもしてね行ってるんですけど、日傘ももう差さないと無理だな、杖を持ってないので日傘はもう差せるかなみたいな。昨日27時間テレビさてたける君が出て、記事にね、いろいろまあ出始めてて、やっぱり反響がすごいですね。あとバラエティに出るのがね、最近はね珍しいですね。番宣もほぼほぼ、てか番宣はあったか、104日で番宣があった以来ですもんね。でシュガーではもうね、バラエティはもうすごい出たんで、もういいかなと思ってるみたいなこと言ってましたけどね。でもノブが出るときは出るかもみたいなことです。まさにその言った通りの出方をしているなと思うんですが、佐藤健が27時間テレビの謎取り川柳に出演して15秒間無言を貫いた場面に反響が寄せられて、まああそこがやっぱり一番のポイントですよ。やっぱり面白かったっすもん。川柳の下の川手クイズ最終問題を前に同点となって、千鳥ら鬼レンチャン軍団レギュラーメンバーの川柳四天王、親友のノブが所属する鬼レンチャン軍団の助っ人として登場した佐藤健は、最終問題で一文字答えが分かった状態で回答権が回ってきた。シンキングタイムとして与えられる15秒カウントダウンされると、一言も発さず悩む姿を見せた佐藤。一つ前の問題での高安都市の回答を真似るように無言貫く。そうね。最後はカメラに向かって決め顔を披露したと。いや、これ一番面白かったっすよ。いや、まあバラエティ分かってるなって感じのね。するとスタジオからあまりのイケメンぶりに歓声が。司会を務めるクリームシチュー上田晋也から、あと15分あげるからもう一回見せてと声がかかるほど。次の回答者である柳原加奈子も流れに乗って、無言で決め顔を見せてスタジオを盛り上げたと。もう柳原加奈子もやっぱりね、もう本当に分かってなかったんだと思うんですけど、いや、うまい乗っかり方をする、さすがにお笑い芸人だなと思いましたけどね。また、今回の出演、について冒頭でノブが、僕が直々に電話したとノブのたっての希望、佐藤の出演が決まったと明かす場面も
お友達でご飯行ったりするので、タケルが心よく駆けつけたということで、ありがとうタケルと感謝を伝えていた。番組を見たファンからは破壊力ますが、確かに破壊力はねすごかったですね。何時間でも拝みたい、無言の下りが面白すぎる。もう僕はこっちですね、面白かったっすよ、うん、破壊力はもちろんすごいしイケメンだなと思ったんですけど、あのイケメンを余すところなく笑いに使える佐藤健っていうのがすごいなと思いましたね。あれだって佐藤健だから成立する芸風じゃないですか。しかも最初の前振りの高俊の都市の前振りがあってからのあれだったんで、対比もできるし、そしてその後柳原加奈子につなげて同じことさせるっていう、まあ、天丼っていうやつですね、お笑いでいうね。台本なしであの流れをまあ組んでたとしたら、佐藤健くんはしっかり分かってるなっていう、本人のイケメンをねもう完全にバラエティに、ね、使ってくれて、自分のあそこに行っ、まあ、った意味っていうんですか、わざわざノブが呼んで佐藤健をあそこに座らせたっていうのが発揮できた、本領が発揮できたワンシーンだったと僕は思います。まあそういう反響がさっとしたと。またノブとの交流について2人の絡み最高すぎる、電話で直接オファーしてたんだ、相変わらず仲良しとの歓声の声が多数寄せられている。ただ僕的にはなんかここら辺の頃の佐藤健くんが出てた、ここら辺の頃の千鳥は結構疲れてたなって感じがあって、あまりなんか冴えてなかった感じはしますけどね。かまいたちの山内がね、ノブさんことをね、上田さんにね、いやノブさんが最近上田晋也に追いついたっつってましたよみたいなことを言った時に、結構ノブさんに真剣にね怒ってましたよね。いや絶対言ってない、お前なんやねんみたいな。あと宇治原が、ロザンの宇治原さんがね、全然緊急参戦佐藤健って名前になって自分の名前出てなかったから本当に言っていいのみたいな感じだったんですけど、ロザンの宇治原さんがあの最後の方の問題でこれはもう分かったみたいな感じをしてて、それがうざかったっていうねことを千鳥の大悟が言っててね、先輩ですからね一応ね、あの宇治原さん、まあ、宇治原さんのいじりも面白かったですけど、なんかやっぱ千鳥はここら辺はピークに疲れてたなって感じで僕は見ててしましたけど、だからその分佐藤健くんがいい感じに上田さんにハマってて、いい感じにハマり方してたなと思ったんで面白かったです。